ブンブン。ハロー YouTube。どうもマサルです。今回はいよいよ明日、2019年1月1日の0時からスタートするフリーテルの新春セールをご紹介したいと思います。このセールについては以前の動画でもご紹介しましたが、いよいよ開催が明日になりますので、改めてセールの詳細などについてご紹介したいと思います。このセール最大の特徴としては、スマートフォン本体が390円で買えるというセールになります。そして今回のセールで390円で購入することができるスマートフォンはフリーテルのレイ2デュアル。こちらは通常が 22,800 円のモデルが390円になります。またもう一つ同じくフリーテルのプリオリ5。こちらは通常 16,800 円が390円となります。また390円ではありませんが、ファーウェイの P20 ライト。こちらはセール期間中9800円で購入できるようになっています。すべてのモデル台数限定になります。まず、レイ2デュアルは限定200台、プリオリ5は限定100台、そして P20 ライトは限定60台となっています。この数字から察するに、レイ2デュアルについては、通常価格でも2万円以上し、知名度も低いことから、売り残りの台数が多かったのではないかと思います。とはいえ、このセールを利用すれば、通常 22,800 円なのが390円で購入できますので、お得なセール内容となっています。それぞれのスマホの特徴やスペックを紹介すると、まず、レイ2デュアル。こちらは、フリーテルとして初めて背面にデュアルレンズカメラを搭載したモデルになります。スペックについては、CPU がQualcommのスナップドラゴン625。ディスプレイは 5.5 インチで、解像度が 1920×1080 のフル HD。RAM は 4GB で、ROM は 64GB。外部ストレージとしてマイクロ SD カードも対応しており、最大で 256GB となります。DSDS 対応のモデルではありますが、マイクロ SD カードと SIM スロットは空いた利用になりますので、SIM カードを2枚挿した場合は、マイクロ SD は使えなくなります。カメラは先ほどご紹介した背面のデュアルレンズカメラは、1300万画素で、モノクロセンサーとカラーセンサーの組み合わせとなります。前面のインカメラは1600万画素のシングルレンズ。バッテリーは 3300mAh。OS については、Android 7.1.1 となっています。指紋センサーも搭載されており、背面の上部に搭載されています。また、価格の安いモデル、USB 端子がマイクロ B のモデルも多いんですが、このレイ2デュアルは Type-C の端子となっています。二つ目のプリオリ5ですが、こちらはコンパクトなスマートフォンで、重さも軽く、携帯しやすいのが特徴です。スペックについては、CPU が Qualcomm の Snapdragon 210、RAM は 2GB で、ROM は 16GB、ディスプレイは5インチで、解像度は 1280×720。カメラは前後ともにシングルレンズで、背面のメインカメラが800万画素、前面のインカメラは500万画素。バッテリーは 2300mAh。OS については Android 7.1.2 となっています。先ほどのレイ2デュアルは USB 端子が Type-C でしたが、こちらについては Micro-B の USB 端子となっています。最後はHuaweiの P20 ライトですが、こちらは有名な端末ですので、ご存知の方も多いかと思います。スペックについては、CPU がファーウェイのキリン659、RAM は 4GB で、ROM が 64GB、ディスプレイは 5.84 インチで、解像度についてはフル HD プラスということですので、画素数としては 2280×1080 で、この P20 ライトの特徴として、ディスプレイの上部に iPhone X のようなノッチがついています。カメラは背面のメインカメラがデュアルレンズとなっており、1600万画素と200万画素の組み合わせ。200万画素のセンサーについては、ポートレート撮影をする際などに使う深度測定用のセンサーになります。前面のインカメラはシングルレンズで1600万画素。バッテリーは 3000mAh で、OS は Android 8.0 で、ファーウェイ独自のユーザーインターフェースが搭載されています。この P20 ライトは SIM フリースマホの中でも特に人気の高いモデルで、デザインはもちろんコストパフォーマンスの高い端末となっています。ただ、今悪い意味で話題になっているファーウェイ製のスマートフォンですので、安全性が気になる方も多いかもしれません。ということで今回は明日2019年1月1日の0時からスタートするフリーテルの新春セールをご紹介しました。なお、このセール期間ですが、スタートは今ご紹介した通り1月1日の0時から、終了は1月16日の12時までとなっています。2週間程度開催されるセールではありますが、今回のキャンペーンで提供される端末は全て台数限定となっています。ですので欲しいモデルがある方は、なるべく1月1日キャンペーンが始まった直後に購入するのがいいかと思います。なお、このキャンペーン価格で購入するためには、OCN モバイル1の SIM カードの同時契約が必要となります。
すでに別の SIM カードを契約されている方が、このキャンペーンに申し込んでしまうと、新たに回線契約をしなければいけませんので、その分出費が増えてしまうという欠点はあります。なお、こちらのキャンペーンページについては、この動画の概要欄の方にリンクを貼っておきます。そして、キャンペーンとは関係なしに、スマホ本体だけが欲しいという方のために、各スマホ、Amazon の販売ページのリンクも貼っておきます。最新の価格など、詳細が気になる方は、概要欄の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。